ハンスカノンはオーストリアの画家であるウィーンで生まれた。1845年からウィーン美術アカデミーでフェルディナント・ゲオルク・バルト・ミュラーやカール・ラールに学んだ。卒業する前にオーストリア陸軍の士官として招集され1847年から1855年まで軍で働いた。スラブ系の生がオーストリアではハンディキャップになると考えカノンと名乗るようになった。 カノンの名の由来は、軍務中に着想を得た、大砲のカノンによる灯される。軍隊を退役した後、フランス、イギリス、イタリアや中東を旅した。ウィーンに戻った後、後に、局地探検のスポンサーにもなるヨハンネ・ネポムク、ウィルチェク伯爵と知り合い、伯爵が、シェーンブルン動物園のために、ロンドンへ動物を購入するのに同行した。 1860年から1869年までカールスルーエで活動し、その後シュトゥットガルトに移り1874年まで滞在した。1873年のウィーン万国博覧会に出展した作品がオーストリア皇帝に買い上げられるなど評価が高まったのでウィーンに戻った。ウィルチェック伯爵とのつながりから依頼を受けて、 ウィルチェック伯爵の北極探検の参加者の肖像画や船の絵も描いた。肖像画をあるじに描いたほか、ウィーン自然史博物館などの建物に装飾画も描いた。ありがとうございます。